岡崎聖志郎は日本の柔道家であり男ン,ン流の創始者である日系アメリカ人。岡崎聖志郎は1890年1月28日に福島県伊達群寮全町で生まれた日系アメリカ人である。1906年にハワイ島の広に移住していたが1909年に肺結核にかかってしまう。病に立ち向かうため体力をつけようと考えた。 岡崎は現地で柔術を教えていた田中吉松の道場に入門した。めきめきと腕を上げた岡崎は病も奇跡的に克服し、陽心竜、小咲壁流といった柔術、空手、エスクリマ等も学び、それらを体系化してダンソン流柔術を創始した。1922年にはヘビー級チャンピオンのモリスというプロボクサーと試合を 行い、岡崎は花を折られながらも、逆腕固めで腕を折って勝利し、現地の日系人社会から、金時計を送られる。1924年には一度帰国し、北は森岡から、南は鹿児島まで60もの道場を回った。行動館にも立ち寄り、この際に、加納寺五郎から黒帯を得ている。1925年に、広からマウイ島へ移住し、 1929年には、ホノルルで、岡崎製服術院を開業する傍ら、フルデンカンという道場を開き充実を指導した。1936年には、アメリカン充実ギルドを設立する。第二次世界大戦中には交流される代わりに、米軍の都市格闘マニュアルの制作に協力した。1948年には、シグカフラスをはじめとする10名に、 特別扇稽古を行い、改伝書と師範の称号を与えた。この特別扇稽古は10年に一度行われる予定であったが、1951年7月12日に岡崎がハワイのホノルルで指揮をしたため、結局一度しか行われることはなかった。ありがとうございます。